今年発売されるモデルの中の、まあ、一番ちょっとパワーゲームクラスの、うん、610MH プラスっていう番手のロットになります。まあ、特徴をお話ししようと思うんですが、あえて言うなら特徴を持たないことが結構特徴というか、このロットに関して言えばそれだけ聞いちゃうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、スタンダードのそのベルサート、68MH あったじゃないですか、はい、でまあ、68MH なんですけど、正直僕の中でこれほんま MH なんだな、うん、その汎用性の高さゆえ、うん、言っちゃうとちょっとこうミディアムより、うんうん、でそれによって例えばスピナーベイルとか、まあ、バイブレーションまで守備範囲が広がったこともあるかもしれないんですけど、ちょっとこう強い目の釣り重たいものを投げようとなった時に若干不安があるんですよ、うんうん、パワー不足を感じる、パワー不足を感じる、うんうん、まあ、上にもう一個70H プラスっていう機種もあるんですけど、それだと強すぎる。そう、あの、ね、こうアクションするときにルアーもちょっと動かすぎるし、うん、なんかこうつんのめるというか、うん、やっぱこう純粋に MH、そのミディアムヘビーのロットが欲しかったっていうのがまずあって、ほんとシンプルな言葉しか出てこないんですけど、シンプルさを追い求めたロットなんで、それがもう最大のこうメリットでもあると思うんですけど、もう MH であればよかったというか、うんうん、でもやっぱこう、まあ僕、オカッパリーもがほぼメインでもちろん釣りするんですが、 MH の登場機会ほんと多いんですよ、うん、うちもできる、じゃあね、デカめのトップオーダーもできる、巻きもできる、うん、シングルフック系のマスイングジグであったりとか、うん、っていう中でやっぱこう16トンからまあ20本のぐらいのフローカーブを巻いてできるというかこう求めるシチュエーションというのがすごい多い中で、普通の MH が良かった、普通でいいんですよ、うんうん、でただまあそれではちょっとこうね、ボートみたい、ボートをやっていく中で、まあこだわりで足らないというか、一からせっかくこうデザインさせてもらえる部分であれば、もう少しこだわりたいなっていうのがあって、お願いしたのが、ペーパーデザインの AI ちょっとこう、レギュラー売りにしてもらった、うんうん。結構こうね、ファーストアクション系のロットが多い中で、まあ感度が良くていいんですけど、フッキングの例えばこうモーションがこうガチッと速い人がいれば、ね、カバーを打っててもこう巻き合わせの人がいるんですよ。うん、その時にやっぱりもうしっかりと竿がクッとカーブを描いて曲がってくれないと、まあキャストもしにくいし、こう 先だけど曲がっちゃうと。で、フッキングも決まりづらい。うん、で、中で、まあその普通、もうど真ん中 MH っていうのを求めた、プラス、まあ、カーブのデザインですね、うん、をレギュラーよりに作ってもらうことで、まあさらにその MH の仕事は最低限絶対 100% こなす中で、まあキャストのしやすさ、あと、いかなるフッキングのモーションにおいても、うん、しっかりバシッと竿が曲がって決まってくれる、うん、やっぱ曲がる竿じゃないと投げれないし、フッキングも極まないです、ね、っていうことをお願いして使ってもらったロットがこの MH ですね。開発的には、うん、あの三浦さんのリクエストを答えるために、うん、この辺はしっかり曲がるように作ったんですけど、はい、そこでフッキングがそのまま曲がりきっちゃうとフッキングもできないんで、うん、バットにかなりパワーを持たせました元より結構太くなってますよね、そうですね、 MH ね、強くしましたね。で、強くなったんでしっかりそれを強いバットを曲げ切るために、うん、あのグリップエンドもちょっと長めに、はいはいはい、あの今までのうちのロットの中ではちょっと長めに設計してしっかりここに当てた状態でグッとこう、うんうんうん、曲げられるように全体のバランスを整えさせてもらったっていう感じです。確かにあの握って魚買っててフッキングした時にまあ本当こう力が入りやすいのもすごい感じるし、あと、ね、僕もさっきその曲がることばっかりフォーカスしてお話をしすぎたんですけど、ちゃんとこう曲がって止まりどころ、うん、まあ変な言葉かもしれないですけど、 ここでパワーが効いたっていうところがあるんですね。これ以上曲がれへんなっていうちゃんともうよしフッキング完了っていうポイントが明確に分かります、うん、ロット1本でじゃあ例えばカバー持ってください、あの巻きもしてください、トップの可能性もあります、うん、春です、夏です、冬です、秋です、全部ある中で1本だけ持っていってくださいっていうなら僕はタップボリを選ぶ、それぞれと思います、うん、